はい、ファンゴイさんです。前々からちょっとなんかリズムだ話してくれっていうのがあったんで、うん、するのはいいんですけど、うん、俺プロじゃないんでケンケンが思うところってことだよね。そうそう、俺が思うところは話してもいいんですけど、はい、あの決して、はい、プロではないので、はい、別に偉そうに言ってるつもりもないですし、うん、断りが入りますね。はい、まあ、叩くのはドラムだけにしてくれ。なるほどね。はい、はい、リズムね。だから音楽の3要素リズム、メロディー、ハーモニーみたいな、はいはいはい、まあ衣食住みたいなやつあるじゃないですか、はい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 、基本的にもう世の中に溢れてる音楽って、うん、洋物じゃないですか。そうですね、元が洋物に日本語の歌詞、歌が載ってるとかですね。そうそうそう、うん、だからやっぱり日本人がまあリズムがすごい悪いみたいな感じのこと言われてるんだけど、はい、その日本人のリズムが悪いんじゃなくて、うん、そのやっぱ洋物に馴染んでないだけだと思うんだよね。基本的にはやっぱ浅いやん、その歴史が。そうだよね、うん、だからハッピーエンドぐらいでやっぱりそのやっとちゃんと意識され始めたっていうかさ、うんうんうん、逆にその昭和歌謡とかを、うん、あの演奏すると、うん、すごい弾きやすいんだよね。なんかあ、血に入ってる方のやつだみたいな感じがして、あ、うん、いつだったかも、なんかあの石川さゆりの曲は天城越えか、天城越えとかやったんだけど、うん、他の曲はさ、サンバ的なリズムの曲とかさ、うん、洋楽っぽいことやってたんだけど、はいはい、そのやっぱ甘い声の時だけいきなりグルーヴがガッと出るみたいな、うんうんうん、あれがあって、うん、あれやっぱなんか日本の曲ってみんな入りやすいんだなって、うんうん、すごい思ったことがあるんだよね、うん、まあだからとにかくその日本人っつーのはそのやっぱり単純にまだ DNA にその向こうのリズムが馴染んでないっていうのがあるんじゃないかなっていうのがまずあって、うん、高校の時からの話に遡るんですよ。おーおー、はいはい、で高校の時、まあ俺早吹小僧で、うん、市内とかではもうかなり、うん、うまい人だった、ね、あいつ早いぞ。そうそう、早い。まあそのなんていうの、うまいの基準がさ、うん、やっぱそういうのしかなかったのよ。まあそうね、うん、あの測れないじゃん、うん、そうだね、何がうまいとかって、うんうんうん、なんか俺ギター好きだし、なんか上手いっぽいし、プロを目指すのもありかな、みたいなこと思ったんだけど、うんうん、なんか自分のプレイをさ、録音して聞くと、うん、なんか違うんだよね。その、同じフレーズを弾いてるはずなのに、うん、何かが違うと、うん。で、音もかなり近しい感じで弾いてるはずなのに、布別点コードじゃねえな、みたいな感じがあったから、うん、あ、多分俺、これ才能がないってことだなと思って、うん、なんかプロになるのはやめようと思って、うん、リペアの道に進んだんだよね、うんうん、バリペアというか制作、うん、その謎が解けた瞬間があって、二十歳の時にニューヨークに行ったんですよ、うん、そこで生のバンドが演奏してたんだよね、なんか、うんうんうん、何曲だったか忘れちゃったけど、うん、多分ちょっとファンクっぽい感じの16ビートの、うんうん、曲聞いたら、なんか体勝手に動いたのよ、うん、えみたいな、うん、これだと思って、うん、この感じが出せないかったんだみたいな、うん、で、そこでなんか、うん、踊れるビートみたいなのが、うん、あの世の中にはあって、うん、それを出せないとプロギタリストになれないんだみたいなのが二十歳ぐらいでやっぱ気づいたんだよね、うん、だけどそれできないのよ、何が違うの、そういうことが違うってのには気づいたんだけど、うん、じゃあそれって何なのみたいなのが、うん、なかなか分かんなかったんだよね、うん、まあ、しばらくニューヨーク、しばらくって2ヶ月ぐらいいていろんなライブ見たんだけど、うん、やっぱなんかあんだよね、そのみんな、あ、その感じが、あ、はいはい、でなんとなくそれが分かって、うん、そういうことかっていうのが自分で出せるようになるのに、うん、まあなんか2年ぐらいかかったのかな、うん、ってことなんですよ、基本的には。だから向こうは結局踊るための音楽だから、特にアメリカはね。そうそう、で日本もまあ踊るための音楽だと思うんだけど、やっぱこうみたいな感じじゃん、日本って、うん、だけど向こうもなんかこう裏拍があってこう踊るみたいな、うん、
まあ、リズムの根本的なところは結構違って、うん、結局向こうのその踊りのビート感を体得しないとちゃんとした洋楽の演奏ができないということになったんですよ。でもさ、この話するとバックビートおじさんみたいなちょっと前にそうそう、あのなんかねセッションとか行くとバックビートおじさんっていうのは必ずいて、リズムがお前はリズムが悪いって言ってきて、バックビートがないからだっていうおじさんが絶対いるんだよね。そういう風になりあんまりなりたくないなと俺は思ってるんだけど、でもまあそういう間違いじゃないんだよね。肝心なのはリズムって結局なんかこう円運動の繰り返しみたいなところがあるから難しいんだけど、まあ人間って常にこうやっぱりリズム刻んでんだよね、心臓の鼓動とか、そういうこう自然のリズムをこう体で表現できるかっていうところだから、俺が一番いいと思うのはシャッフルの感じをこううまくこう体得するのと、あとやっぱ基本的にその洋楽、洋物ってやっぱ洋楽だから、うん、16小節にこうリズムを分解できてその裏を感じられるっていうのが、うん、結構重要だなっていうのがあって、その2つがいい感じにこうイメージできるとすごいいいリズムが出せるようになるんじゃないかなっていうふうなことを偉そうに、うん、日本は聴くって感じだよね、うん、そう、日本はやっぱメロディーを聴くだから、うん、その踊るがないんだよね、やっぱりね。そうだね、うん、だから海外のライブとか見てるとさ、客も歌って踊ってんじゃん、うん、もうなんか演奏してる人が聴いてるっていうよりかは、うん、うちらも一緒に楽しむんだみたいな、うん、日本人は行ったらもう聴くみたいな、うん、そう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 、だから全然その音楽の楽しみ方が結構違うから、うん、そこがやっぱりその大きく遅れてしまってるというよりはやっぱり日本、うんの楽しみ方になっちゃってるっていう感じだと思うんだよね。ああ、なるほどね、うん、国民的性の音楽との向き合い方みたいな、うん、うん、いい練習が終わって、うん、メトロノームを、うん、ちゃんとこうやつね、うん、針のね、うん、デジタルだとピッピッピッピで、うん、そこにリズムがないんだけど、うんうん、これだとこう動きがさ、はいはいはい、円の動きで、うんうんうん、ちゃんとこう、うん、このこういう動きじゃなくて、わかるよ。こういう動きだとリズムは出ないんだけど、うん、こうやって、うん、あん、うん、うん、こういう、うん、こういうのがリズムだから、うん、これをこう、これを見ながら、こいつを裏拍にして、うん、なんかやる。裏拍で当てていくみたいな。練習をすると、うん、バックビートおじさんに文句を言われなくなります。あ、なるほどね。この裏拍当てるのは、俺ヒップホップのバンドやってた時があるんだけど、うん、その時のボーカルのやつがすごいリズム感がいいっていうか、うんうん、完全にその向こうのビート分かってるなみたいなやつがいて、うんうんうん、そいつがこれやり方いいよっていうのを教えてくれて、最初むずいんだけど、うん、一回分かるとなんか、うん、あなるほどねみたいな、あこれやろう、これすごいいいっすね、うん、なんか体調とかによって、うん、例えばその洋楽とかの時に、うん、リズム取れなくなる時とかあるんだよね、やっぱりね。メロディーの乗り方もバチッと乗ってることが多いから、うんうん、なんかちゃんと捉えられないと本当になんかもうそうだ、なんか結構歌でリズム刻むみたいなところがあったりするよね。そうだ、結構なんかそういう時あるな、なんかあ今日全然ダメだみたいな時とか、うん、だからこういうの染み込ませておくと、そうだね、すげえいいと思う、うん、だからまあアプリでも結構あるんだけど、うん、まあなんとなく90代ぐらいがかなりいいんじゃないかなと思うんですけど、あーなるほど、みたいな感じで、うんうん、これ裏に当てて、あ、表だと、うん、あと、まあ、あれ変わってるね、ファールファイブ、まあ、違う違う、これリズムが、あ、リズムが取ってるよ、これわかんねえが、裏で打とう、あー、こういうの
みたいな。なるほどね。練習をすると、リズムの解釈が広がるんじゃないでしょうかと。だから洋楽やるにはもう結構必須だと思うよ。そうですね、うん。確かに。そう。特にアメリカものはね。そう、アメリカものはやっぱりもう踊りだからね、結局。そのリズムが、こうなんかこう、分かってるとこは、円みたいに見えてくるから、うん、結局、そのリズムに対して、こう、どう自分がこう当てるかみたいなところがあって、うん、円で当てるのか、こう、楕円で当てるのかみたいな、うんうんうん、リズムを聞いてそういうなんかこう、当て方みたいなのが見えてくると、あ、こういうリズムってこうやって出してるんだみたいなのが、分かってくると思うんですよね。うん、だ結局、これがなんか、イメージできて、なんとなく分かってから自分の中でこう、うんうん、消化できるまではすごい時間がやっぱかかった。でもこう、天城越えをやったら、でも結局そっちの方が落ち着くんだよね。やっぱもう、詞がそっちだからさ。そうね、うん。でも今の若い子たちはさ、だいぶもうそういう、なんていうの、日本のあれがもう薄くなってる感じがしていて、だからリズムいい子すごい多い気がするけどね。うんうんうん、だから俺らが最後のなんかこう、ダメな人だったと思う。だからバックビートおじさんダメな人って何だからリズムがその血にないっていうか、ああなるほどね、うん、今の若い子たちはもうちっちゃい頃から、うん、僕らの時はみんなで3杯歌いましょう3杯だわけだ、そう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 、なんか洋楽のビートじゃなかったねそうだよね、だからリズムが合ってるバンド合ってないバンド、そんなに演奏力が変わんなかったとしてもめちゃめちゃうまさ違うもんね。そうなのよ、だからリズムがあるとさそうなんだよね、音圧が出るじゃん、ボーンって。そうそうそう、で音がなんかさ、うるさくないんだよね、静かなのに音圧があるみたいな感じがするから、うんうん、リズムの教育とかさ、うん、あとリズムのブームみたいな、そういうのがさ、わーって広まれば、うん、その世代はめちゃめちゃ、そうだね。すごくなるんだと思うよ。でもさ、結局その洋服に被れてしまうことによって、日本の本当のなんか、心が、うん、はなくしていいものなのかなっていうのはあるけど、うん、まあずっとね、アメリカはずっとカントリーがあるからね。うん、だから俺たちの本当のリズムっていうのもなんか、追求していくな、追求せずにそんな洋楽のことばっかりやってていいのかなっていうのはすごい思うけどね、うん、でも向こうはさ、その勝手にもうできちゃってるから、うん、リズムが悪い黒人とかいや、まあいるけどいや、もちろんいるけど昔なんかうちの近所にさ、うん、なんかデカすぎでブラジル人の人たちが来てたんだよね。で、なんか、なぜか、うちのばあちゃんと仲良くなって、うん、で、なんか、いろんななんか野菜あげたりとかしてたんだよ。うん、そしたらなんか、うちの弟サッカーやってて、うん、で、なんか、そのブラジル人の人が、サッカー教えてあげるよって言ったら、うん、弟の方がうまかった。まあ、そういうこともあるよね。あれビジュアルみたいな。ビジュアルうまそうなのにみたいな。